今日の、私は、身体性認知と人間知というタイトルで、発表いたします。今日の狙い、トークの狙いっていうのは、簡単に言うと自己紹介です。私がこれまでどういうことを考えて、どういう研究をやってる人なのかっていうのを、皆さんに紹介したいなと思っています。なので、あんまり、何か一つのテーゼを、哲学の場合のテーゼを論証するとかいう話ではなくて、研究の背景だったり、あと今進めようと思っている、進めている研究をいくつかピックアップして、その触りを話すっていうような形でやろうと思います。こんな感じで発表することっていうのはあんまりないというか、初めてなので、どうなるかわからないんですけど、失敗するかもしれないんですけど、やってみましょう。大体構成は、まず初めに、研究の私の背景の部分ですかね。この身体性認知っていうのはどういうものかっていうのをお話ししてから、現在の研究、これからの研究についていくつかピックアップして話していくという流れになります。ということで、まず身体性認知とはっていうところですね。まず、身体性認知とはっていうのは何かを考える前に、身体性認知というのがどういう文脈で出てきた、その前提になっているスタンダードな身体的じゃない認知科学っていうのはどういうものかっていうのを考えます。で、そこでは、石橋は認知主義っていうような、言葉で表現されるんですけども、いくつか、柱となるような考え方があって、その一つが表象主義、計算主義、普及主義、内在主義って言われるような考え方です。いきなり大きな言葉だけ出しちゃいましたが、ポイントは、このスタンダードな認知科学って今まとめたような立場では、その人間の経験、その認知や行為や、知覚みたいなものは、頭の中の表象状態を形式的な規則に従って処理する計算過程によって実現するということが、おおむね広く認められています。具体的に例を挙げて説明すると、視覚について考えると、こうやってカバがいて、カバを見るという場合、カバを見たときに、その見てる人の網膜に刺激が与えられて、それが計算処理、情報処理が行われて、この見てる人の頭の中に、カバの、知覚表象みたいなものが、外界にあるカバの内的なモデルができるっていうような仕方で考えられます。で、もちろんこれは、物質とは全く関係ない心の世界で起きているという話ではなくて、この網膜刺激が、何らかの神経活動を引き起こして、で、この神経活動が、この、カバの、世界にいるこのカバを表象するようなものになっている。というような、大体こんなモデルで考えられています。で、これが内在主義って言われるのは、この、頭の中でこの認知過程が起きているから、表象主義っていうのは、この頭の中にこの世界を表象するようなモデルを作るっていうようなことが、認知の本質だと考えられているから。計算主義っていうのは、この黄色の矢印で書いてあるようなプロセスが、形式的な計算過程だっていうふうに考えられているから。そして主知主義ってなぜ言ってるかというと、ここで、認知っていうのが、まずは世界のあり方を認識することだっていうのが前提になっているから。そしてこの認識の後に、実践的な行為がやってくるんだ。仕方で、認識が実践に先立つということが前提されているからということですね。従来の認知科学では、基本的にこのようなモデルが想定されていたというのがまず前提としてあります。で、この考え方の一つの大きな特徴は、体っていうものがすごく周縁的な役割しか与えられていないということですね。体は、この認知プロセスへの入力と出力の装置でしかないと。つまり世界からこの赤い矢印、感覚刺激がやってきて、体にぶつかって、そうすると脳内で何かしらの計算過程、情報処理過程が進んで、で、それに基づいて、認知主体は何か行為を行うと。で、本当の意味では認知っていうのは、この赤い枠で囲われた頭の中だけで進むものだっていうふうに考えられます。で、これに対して、身体性認知っていう考え方では、これは認知における身体の役割を重視するパラダイムです。身体と環境と言ってもいいかもしれません。
で、それによると、まあ、人間の知覚や認知や行為のあり方、まあ、人間経験のあり方は、私たちがどのような身体を持っているか、その身体性、そしてどのような環境に状況を付けられているかに、まあ、大きく依存しているというふうに考えます。で、これは具体的にどういう考え方かというのを、まあ、この、ファーストセクションでは説明します。で、その時に、この身体性認知というのを、4つの考え方で特徴付けようと思います。プラグマティズム、行為思考モデル、認知に関する行為思考モデル、認知に関する感覚運動モデル、そして外在主義というものです。順番に見ていきます。まず、プラグマティズム、これが一つの、4つ挙げましたが、最も重要な柱になっています。まあ、一言で言うと、身体実践というのを重視するということです。つまり、人間の経験、あるいは認知や行為というものを、頭の中での情報処理ではなく、環境内での身体的実践というのを基本単位として分析しよう、あるいは概念化しようというような考え方です。具体的に考えてみると、例えばさっきの見たように視覚の場合、従来の認知科学では、まあ、頭の中でこうやって情報処理が進んで、世界のそのなんか、内部モデルみたいなのがどうできるか、あるいはその内部モデルを作る過程が視覚だというふうに考えられていたのに対して、身体性認知では、視覚っていうのはまずはその環境との、環境の中での、適応を可能にするような、そういう過程だっていうふうに考えます。で、これは、ここに挙げているのは、クラゲの、幼生の、絵ですけれども、このクラゲの幼生は、まあ、原始的な目を下に、下の B の図の方に出ているこの原始的な目を持っていて、まあ、これはその環境からの光を受容して、で長い繊毛が一つついていて、まあ、その光の刺激の方向に合わせて、この繊毛の向きを変えて、でそれによって、まあ光の方に泳いでいくということができるようになっています。でこの場合、視覚システムっていうのは、すごく原始的なものですけれども、環境に関する内的なモデルを作るということじゃなくて、このクラゲを環境に適応させるっていうような機能を、第一次的な機能として持っています。で、身体性認知の結局このプラグマティズムっていう考え方の、基本的な発想っていうのは、視覚で言うならば、視覚っていうのは、まあ、基本的に人間の視覚もこれと同じようなことが、その第一次的な機能なんだと。つまり環境に、環境に行動に関連する情報を環境からピックアップして、で、それによって行動を制御して、人間を環境に適応させるということを可能にしていると、まあ、そういうふうに見るというのがこのプラグマティズムの一つの特徴です。でこれは視覚だけの話じゃなくて、例えば数学的認知にもある程度当てはめることができる考え方です。つまり、数学的な認知っていうと、あたかも、頭の中でその数学的な表象数とかを操作するような過程だっていうふうに考えがちだけれども、この身体的認知、身体的実践を重視するっていう立場からすると、いやでもこうやって、世界の中で道具を使って、数学的なシンボルを操作するっていうような過程に、過程がその数学的な認知の過程なんだっていうような、捉え方の転換みたいなものを唱えます。二つ目の認知の行為思考的モデルっていうのは、今のプラグマティズムの考え方から出てくるような考え方です。でそれによると、認知とは、環境の客観的なモデルを構築することではなく、環境が自分の身体的、社会的、文化的な実践にとって、どのような意味を持つかを見出していくようなことだというふうに考えます。これをなんかすごく、典型的な仕方で展開したのが、ジェームズ・ギブソンの、生態学的視覚論という考え方です。それによると、まあ、知覚とは、まあ、その第一次的な機能は、環境に関する、まあ、理論的な知識を獲得することではなくて、環境に適応するのに必要な情報を検知することだというふうに言います。さっき見た、クラゲの例もこんなものに当てはまると思います。で、特に、このようにクラゲのような単純な動物じゃなくて、もうちょっと、複雑な動物、あるいは人間の場合は、この環境に適応するのに必要な情報というのは、アフォーダンスという方で、特徴付けられます。アフォーダンスは何かっていうと、
環境が動物に提供する行為の可能性のようなものです。例えばこの今挙げている絵で言うと、階段の場合で言うと、なんか登りやすかったり登りにくい、なんか急すぎる階段なのか登りやすい階段なのかみたいなものが我々は直接に見ることができる、すぐに分かると。でこのアフォーダンスというのは関係的な性質になっていて、例えば階段の場合だと階段を登る能力、とりわけこの実験の場合は足の長さと相関するような仕方でこの登りやすさ登りにくさが知覚されるということが調べられています。ただこの行為指向的っていうのは知覚だけの場合じゃなくて、例えば概念的なカテゴライゼーションにも当てはまる特徴です。例えばこのパソコンみたいなものをこれを見た場合に、おそらく多くの人はノートパソコンだ、あるいはパソコンだっていうふうに思ったり、MacBook Pro だっていうふうに思ったりすると思います。しかし論理的には、概念的にはこれはデジタル家電電化製品だっていうふうに分類したり、MacBook Pro の15インチの2016年モデルだというふうに、カテゴライズすることも可能だ。で、どうしてこの下の2つじゃなくて上の2つでカテゴライズするかっていうと、我々がその概念、世界を概念化するときに、基本的には、自分のその生活の実践にとって、有意味な仕方で世界を概念化しているからだというふうに見ることができます。でそれはもちろん人によって、その生活の実践のあり方っていうのは違いがあるので、人によってはこれを見た途端に、ああ15インチの2016年のモデルだと思ったり、あるいはなんかゴミの分類とかにすごく、長けているというか、それがすごく重要、なんか何らかの仕方で生活する重要な場合、あるいはそういうコンテキストでは、あこれはデジタル家電電化製品だなっていうような仕方で概念化したりすることもあり得る。いずれにしろ我々はその世界を概念化するときに、何かそのコンテキストなしの客観的なあり方で分類するっていうんじゃなくて、こういうふうに自分 の, その生活の実践に、関係しての仕方で、分類してるんだということを確かめることができます。もう一つは、身体性認知のもう一つの特徴は、認知の感覚運動モデルっていうものを、強調することです。それによると認知や行為というのは、身体や世界に関する内部表象ではなくて、身体と環境のカップリングを可能にするような感覚的構造に基づいていると言われます。つまり、この身体性認知では、認知っていうのを、なんか頭の中に、世界の表象を作る、ある種の、入力を受けて、システム内部に環境を再現するようなコンピューターのような営みではなくて、とにかく環境に触れ合って、でそれに対してリスポンスをすることによって、環境の中で、なんていうか壊れないようにしながら、あるいは死なないようにしながら環境の中をナビゲートしていくような、ある種生物の営みとして見るということです。もう一つ、最後に身体性認知特徴的な考え方は外在主義ということができる考え方で、それによると認知っていうのは、頭の中の計算プロセスではなくて、環境の中で行う身体的実践だ。でそれゆえ、人間の認知の仕組みを知りたいんだったら、それは脳と身体と環境のネットワーク全体によって説明すべきだということに、というような考え方です。先ほどの数学的認知の例をまた挙げてみると、ここでもその数学的な、計算的な、数学的な思考っていうのは頭の中で起きていることじゃなくて、こうやって、それがどうやって行われているか説明するときには、ノートを使ったり、鉛筆を使ったり、定規を使ったり、でそれで体を動かすというような仕方で行われているというふうに説明されることになります。ただそれだけではなくて、これちょっと考えてみると、我々はアラビア数字を使っていて、これがアラビア数字じゃなくて、ローマ数字だったら、こんな計算をこんなふうに行うっていうのは、できなかったと。つまり何を、示しているかっていうと、我々のこの数学的な認知の能力っていうのは、単にこの目の前のノートとか鉛筆によって可能になっているだけではなくて、このアラビア数字の表記法があることによって可能にもなっている。仕方で、本当に頭の中だけにあるものじゃなくて、
なんか歴史的な文脈の中にも埋め込まれているんだっていうのことが分かると。身体性認知の立場からすると、こういう認知能力っていうのは、このようにそのような意味でも、環境、広い意味での歴史的な環境みたいなものを含めて説明されるべきものだっていうふうに考えます。適応的な行動を例について考えてみても、まあ、スタンダードな認知科学を前提にすると、何か環境に適応するためには、システムの内部にその世界のモデルを表彰したり、身体の自分自身の身体のモデルを表彰して、まあ、それを、適切に動かすような、運動指令を出せるようなすごく、なんかヘビーな情報処理装置みたいなものがなきゃいけないというふうに想定されるけれども、90年代の後半の、ロドニー・ブルックスの、ロボティクスの研究ではその環境に適応する、柔軟に適応することができるロボットを作るためにはそんなすごくヘビーな情報処理システムでは必要なくて、まあ、適切な適度な環境があってでそれに合うような、感覚運動行動あるような、それに適応できるような、体のある種の素材でできている体とあと、感覚に対してある種の運動で応答するようなルーティン的な、ユニットがいくつもあってそれが適切に設計されていれば、そういうヘビーな情報処理装置みたいなものがなくても、環境に適応する行動は実現できるということは示しました。つまり逆に言うとこの適応的な行動っていうのは、頭の中のその情報処理だけによって説明されるものではなくて、まあ、どういう環境があってそれに対してどういう感覚運動的な構造があってそれがどういうふうに相互作用することによって生まれるんだっていうの仕方で説明することができることが示唆されています。まあ、というわけで、だいぶ駆け足だったんですけども、身体性認知っていうのは、まあ、こんな感じで、まあ、プラグマティズム、行為思考モデル、感覚運動モデル、そして外在主義というような考え方で特徴づけるような、パラダイムだっていうふうに考えることができます。ただ、これいくつか注意点みたいなものがあるんですけども、まあ、一つは、身体性認知、今言い続けたけれども、まあ、そんなに一枚岩の動きではなくて、まあ、その中でもだいぶいろんな幅があると。で、特に例えば今の外在主義のような立場は、身体性認知を標榜する人のみんなが認めるわけではない。いくらやっぱり行為が重要だって言っても、やっぱり認知自体は頭の中でやられてるっていうふうに考える人たちもいます。今の私の説明は、私自身が共感を持っている、エナクティビズムのような立場にすごく寄せた解説だと思ってください。で、もう一つ、関連してですけども、ここで認知主義と身体性認知みたいなことでバーサスっていうような形で書いてるけれども、必ずしも、この二つの、左の列と右の列の、考え方は、明らかになんか対立するようなものではなくて、例えば、表彰主義を取りながら、感覚運動モデルを取るみたいなこともできるので、なかなか、身体性認知って一体何を、従来認知科学に対して何を変えたのかというものを、これだっていうふうにピンダウンするのは簡単ではありませんが、まあ、いずれにしろ、まあ、こういうような考え方をなんか前面に押し出しているような緩い集まりとして身体性認知というものを考えることはできるかと思います。もう一つこのスタンダードの認知科学と身体性認知の、違いをつけるために重要な、パースペクティブというのは哲学的な背景というもので、従来その認知科学というのはその英語圏のそして分析系の心の哲学、アングロアンティアナリティコな、フィロソフィーオブマインドを背景に進展してきました。でそれに対して、これちょっと哲学におけるその分析系と対立系のようなその断絶に馴染みがないとちょっとピンとこないかもしれないんですけど、まあ、それに対してその身体性認知っていうのは、まあヨーロッパを中心に発展してきた、現象学の、思想潮流だったり、あるいはアメリカで、発達してきたプラグマティズムの思想潮流だったりにすごく大きな影響を受けながら、展開してきました。その点でもこの従来の認知科学の流れと身体性認知というのは違う傾向を持っています。例えば一つだけ例を挙げると、フランスの現象学者モーリス・メルポンティが、僕自身はメルポンティにすごく影響を受けているんですけども、次のようなことを言います。
身体の運動経験は認識の特殊なケースではなく、我々に実践的認識という世界や対象に接近する一つの方法を示しており、これはオリジナルであるだけでなく、おそらく原初的でもあるものとして認められなければならないと。この実践的認識というのはさっき言った行為思考的な認知のモデルのようなものだと考えてください。そして、私の体は表象を媒介せずにそれ自身の世界を持ち了解していると言います。こんな、背景をもとに、私が今までこれまでどういう研究をしてきたかっていうと、ここまでようやく一言で言うことができて、身体性認知とこの現象学とかプラグマティズムとか、あるいは現代の心の哲学のいろんな議論を掛け合わせながら、人間経験というのはどのように身体的なのか、どのような仕方で身体性や状況性に規定されているのかというのを考えてきました。で、人間経験ってここで言ってますか、具体的には知覚経験だったり、他者認知の経験だったり、そしてあと痛みの経験だったりというものをベースに、いくつか、論文を書いたりしてきました。が、ここからは、これまでやってきた研究じゃなくて、これからやろうとしている研究、あるいは今、取り組んでいる最中の研究についてちょっと紹介していきたいと思います。これチェインの話に戻るんですけども、チェインでは人間知の、創生を目指しています。で、人間知というのはその人間とは何かということに関する学際的な知ということなんですけども、その中で特にこの4つの意識、自己、社会性、合理性というのを、キーとなる課題テーマとして掲げています。で、それに、合わせるような形で考えると、私のこれからの研究というのは、この身体性認知というのは、どのような人間観を含意するか、もうちょっと、なんていうんだ、スペシフィックに言うと、ここに挙げているようなテーマに関して、どのようなことが、言えるのかということを考えていきたいと考えています。で、ここからは具体的に、それについてどういうことをやっているかを紹介します。一つは社会性に関連するものとして、共感という現象について、もう一つは自己に関連するものとして、主体性という現象について、最後に意識についていくつか、研究を進めているので紹介していきます。まず共感ですね。共感って何かってところから始めます。いろんな言葉の使い方があるので、まず限定します。一言で言うと、相手と視点を分かち合うような他者理解の、タイプを共感と呼んでいます。例えば、この人が、なんか9ヶ月の娘がいる女性だとします。彼女は、もともとすごく外交的な方なんですけども、このコロナの影響もあって最近は在宅勤務で、ずっと家にいると。一方で、彼女の夫は、ちょっと会社の方針もあって、1ヶ月前ぐらいから緊急事態宣言後から出勤を開始しているというようなことを考えてください。で、そうすると我々は、この状況を聞くと、おそらく彼女は退屈だったり育児ストレスを感じていたり家族に不満を持っていたり、あるいは、そんな状況でうまくコープできない自己嫌悪みたいなことに悩まされているだろうということを、あれはかもしれないというようなことを、傍観者として推定することができます。しかしその一方で、例えば彼女が、もし身近な存在だとしたら、例えば自分の家族、妹だったりしたら、彼女が自分の状況を今どういうふうに見てるのかということを、もっと寄り添って理解するようなこともできます。で、こういうふうにもっと寄り添って理解するっていうのは、ここでは共感っていうふうに、相手と視点を分かち合うような理解っていうようなふうに特徴を付けていて、で、こういうような共感的な理解というのは単なる傍観者的な理解に比べて、相手を気遣うような行為、ケアへとつながりやすいと考えることができます。なんでこの研究で、説明しようと思っているのは、あるいは概念化しようと思っているのは、この共感、こういう意味での共感の現象です。
こういう共感に関して、今、標準的だ、スタンダードだっていうふうに考えられているのは、シミュレーションモデルっていうような考え方です。で、それによると、これは、共感の、論者で、哲学者なんですけども、エイミー・コプランっていう女性なんですけども、彼女はこう言います。共感は視点取得を必要とする。大まかに言うと、視点取得とは、人が他者の状況にいることをシミュレーションすることによって、他の人間の主観的経験を構築する創造的なプロセスであるというふうに言います。つまり、視点取得というのは、相手が世界をどういうふうに見ているのかということを、分かち合う、理解するということなんですけども、共感というのはそれを単に、なんか理論的に傍観者として理解するんじゃなくて、自ら自分がまさにその立場にいることを想像して理解することなんだっていうふうに説明します。共感というのはそうやって想像によって自分を相手の立場に投射する働きなんだというふうに言います。これはもう一人、共感の理論で、大きな影響力を持っている人なんですけども、アルヴィン・ゴールドマンですけど、彼も共感っていうのは、自分が相手の立場にいたらどう感じるだろうかを想像するような働きだと。そういう仕方で相手の視点を取得するっていうのが、まさに共感において、相手と視点を分かち合うことだっていうような説明を行います。で、この考え方の、特徴をちょっと考えてみると、相手がいて、で、この左下のグレーのが自分の頭だと考えてほしいんですけど、その相手を見て、で、その自分の頭の中で相手が世界をどう見えるかっていうのを再構成する、想像によって再構成するっていうような仕組みになっていて、その意味ですごく内在主義的、共感っていうのは自分の頭の中で起きることなんだっていうふうに考えている。そして、プラグマティズムの反対ですね、実践に対して認識の方が優位なんだって立場に立っていることがわかります。つまり、さっきケアとの関連を言いましたが、まず、相手の頭の中の状況、相手の経験を想像してみて、それが認識ですね。で、その次に、相手に対するケアを行う、実践を行うというような仕方で、認識があって実践があるというような、モデルになっています。しかし、この考え方には、いくつか問題点があって、一つは、よく考えてみると、本当に視点を分かち合ってるわけじゃないよねっていう点です。つまり、このモデルに従うと、視点を分かち合うというのは、自分の想像上の視点と、相手の現実の視点というのは、が合致する。それが、視点を取得するということになっている。けれども、本当にそれによって他者と視点を分かち合う、あるいは我々が他者と視点を分かち合うというのを時に、言いたかったのが、本当にそういう現象なのかというのは、ちょっと疑問が残ります。で、それと関連して、もっと大きな論点として、もう共感の具体的な実践と実はすごく相違があるという点を指摘することができます。具体的に例えば例として、医療的なコンテキストでその看護師が、患者に共感するというようなことを考えると、そういう場合、その共感っていうのは必ずしも相手の心情を想像することではなくて、コミュニケーション、特に相手の話をよく聞くということを通じて、相手がどういう状況に置かれているのかをよく学ぶということだと考えることができます。で、それをベースにして、今、その共感に関する研究では、共感のなんか身体的実践モデルというようなものを、作り上げようとしています。で、それによると、まずその視点を分かち合うというのは、その想像上の視点と相手の現実の視点のマッチングじゃなくて、もっと本当の意味で視点を分かち合うことなんだと言います。つまり、視点の分かち合いというのは、相手とのコミュニケーションを通じて、現在のその状況に対する自分自身の現実の視点が変わっていくことで達成されるようなものと、あるいはそういうものである場合があるということを、論じようとしています。で、その場合、この共感というのは、ダイナミックな、スタティックではなくダイナミックな現象だということが言えます。つまり、その想像された視点と現実の相手の現実の視点が合致しているかどうかという仕方で、してるよね、してないよねって仕方で成立する、あるいはしないっていうようなものではなくて、なんかインタラクションの進展とともに、連続的に変化する。徐々に、相手の視点との分かち合いの深度が深まっていくっていうようなことが、あり得るようなダイナミックな現象だっていうふうに見ることができます。ちなみにこれ全部場合があるっていうのをついてるのは、この、基本的に我々が説明しようとしてるのは、この対面で相手とゆっくり話し合う、
あるいは相手とゆっくりコミュニケーションするというのは場合での共感であって、そうじゃなくて、例えばフィクションの中のキャラクターに共感するとかは、このモデルは必ずしも当てはまらないということを念頭に置いて言っています。書いています。この身体的実践モデルによると、またその共感っていうのは、インディビジュアル、個人でやるものじゃなくて、ある種のコラボレーションだということになります。個人の頭の中 の, その内在的なプロセスではなくて、その相手の視点を共有しようとする試みをしたときに、その相手の方が、また、相手自身が協力していること、例えば自らの経験を語ってくれるっていう気持ちになってくれることで成り立つということが言えます。で、もう一つの特徴として、このモデルの場合、共感というのは、自分が共感しようとしている自分が一方的に視点をシフトさせることで成り立つんじゃなくて、相手の側の方でも状況に対する見方っていうのを変えることで、成り立つようなものだっていうふうに見ることができます。もうちょっと具体的な、説明ができないんですけれども、大体こういうモデルを打ち立てようとしています。で、これは、この東京大学の姿勢学の応用倫理センターの早川誠介さんと、共同でこういう論文を今書いています。はい、今のが、共感の話、人間の社会性に関する、この身体的なアプローチの、スケッチになります。次に、自己主体性に関して同様にどういうことを考えているか、ちょっとスケッチを行いたいと思います。主体性というものですけども、すごく広い枠で言うと、目標指向的なゴールオリエンティッドな行為を行う能力だということができます。例えば、電気をつける、電気がつくっていうのは、どっちでもいいですけど、電気がついた場合、何かをやって電気をついた場合に、スイッチをこうやって指でポンって押して電気をつけた場合っていうのは、まさにスイッチをつけようっていう、電気をつけるっていう合意に向かって行われた、主体性を発揮した、行為だと言えるのに対して、なんかストレッチをやろうと思っていたら、思わず電気のボタンを触ってしまって電気がつくっていう場合、この場合は、主体性のないような行為だっていうふうに、あるいは主体性のない出来事だっていうふうに、いうことになります。で、この主体性っていうのは、エージェンシーっていうのは一体、何なんだ、どういうふうに概念化すべきだっていうのは、哲学においても、心の科学、神経科学とか認知科学においても重要な問題になっています。特に哲学における標準的な見解というのは、表象モデルみたいなもので、それによると、主体性というのは、ある種の心的状態や心的出来事、特に欲求、信念や意図など、を使って、それが適切な出来事、つまり、目標に向かうような運動を適切な仕方で引き起こすというような、そういうことだというふうに考えられます。簡単に言うと、主体的な行為とそうじゃない行為の違いというのは、前者の場合だけ何かゴールを、電気をつけようというような、欲求とか意図があって、それが原因になってその行為が行われているということになります。それに対して、主体性がない行為というのはそういう欲求や信念や意図というのが含まれない仕方で行われた行為あるいは出来事だということになります。しかし、これもすごく、表象主義的、内在主義的だというのはすぐ分かると思いますが、これには一つ重要な問題があって、全ての主体的な行為がこういうふうに目標だったり、手段、その目標を達成するための手段を心の中に表象することに基づいて行われているわけではないように思われるという問題があります。例えば習慣的な行為みたいなものを考えると、家を出るときに、鍵を閉めるだとか、車に乗るときにハンドブレーキを下げるだとか、あるいは降りるときにハンドブレーキを上げるだとか、家に上がるときに靴を脱ぐみたいな、そういう習慣化している行為というのを考えてみると、我々は必ずしも、いちいち、鍵閉めようと思ったり靴脱ごうと思って、行為を行っているわけではなくて、その状況に直面してしたらおのずとやっているということが多いと思います。だからこそ我々は、鍵を閉めたかどうかが分かんなくなるみたいなことが
起きるじゃないかと思います。同様に技能的な行為っていうのことも同じような特徴があります。例えばそのエキスパートの運転手だとか、あるいはそのアスリートだったり、あるいはすごく、パフォーマティブアート、こういう演技とかをする人たち、パフォーマンス、まあ、この場合と脳の、して、名人のしてみたいな人たちの場合は、まあ、いちいち、どういうふうな仕方で行為を行おうということを考えずに、まあ、おのずと体が反応するっていうようなレベルで、行為を、すごく熟練した行為を行うことができる。で、こういうモデルはその狭小モデルでの、主体性の概念と、なんかテンションがあるような、ところがあります。現象学者のヒューバート・ドレイファスは、その技能的な行為について、例えばこういうふうに言います。彼は、技能的対処っていう言い方をするんですけども、技能的対処は、目標に関する心的表象を必要としない。主体が目的を心に抱かなくても、行為は目的思考的であり得る。例えば、一流のクリケット選手っていうのは、どういうふうに、どういうタイミングで、バットっていうのかな、バットを振ろうということを考えなくても、その時の状況に一番ベストの打ち方っていうものを行うことができる。目的思考的な打ち方っていうのを行うことができるっていうことですね。で、これは、現象学の伝統に、特有の見方ではなくて、例えば、これ日本の、思想ですけれども、禅の思想の中でも、タクワン双方は例えばこういうことを言います。心を忘れきってよろずのことをするが上手のくらいなり、しっかり心を捨てきらずしてする所作は皆悪しき候と、心を捨てきらずいろいろ考えながらやった行為というのは、まあどんな頑張っても、まあ、ベストの、行為にはならないと。彼の場合はここでは舞を舞うという例で、能を例に挙げてますが、彼の場合は特にその剣術の場合に、いちいちどういうふうに避けようとか、どういうふうに、剣を振ろうみたいなことを考えていたら、死んじゃうよってことを言います。達人はそういうことを考えずに、おのずと無心になって体を動かすことができるんだってなことを言います。で、こういうことを考えて表象モデルの問題点が浮き彫りになってきて、まあ、その考え方によると、その主体性っていうのは、目的や手段の心的表象を用いて行為を制御する能力だっていうんだけども、まあ、そうだすると心的表象を用いずに行われる今言ったような技能的行為は行為者が主体的に行う行為ではないということになります。けれども、まあ、特に今挙げたような名人芸みたいなものをその名人が主体的に行った行為であることを認めないわけにはいけないように思われます。で、それに関して今進めている研究というのは、技能的主体性の生態学的なモデルというのを、作ろうというふうにしています。で、ここで、注目しているのは、知覚の能動性と言われるような特徴で、人間のような動物の場合、知覚というのは、すでに環境にある行為誘導的情報を検知することだけじゃなくて、環境での探索行動によって行為誘導的情報を生み出す活動でもあるということができます。どういうことかというと、この右上にあるようなクラゲの幼生の場合は、まあ、とにかく、光がある方向からやってくると、その原始的な目がそれに、その光を受容して、でそれに合わせて、線毛、弁毛がなんかの向きがピュッと変わって、でそうすると、まあその光の方に動いていくっていうふうになるんですけども、例えばこのイチローが、フライをキャッチする場合というのは、まあ、単にその、なんかボールから反射してくる光に向かっていくとかそういう単純な話ではなくて、彼はボールを飛んでくるのを見て、でそうするとそこから一番、そのボールを補給しやすいような位置に自ら、体を動かしていって、でそれを補給行為を行うと。で、そこで何を行っているかっていうと、その補給しやすい位置に行くっていうのは、まあ、パッとそのボールの軌道を見た瞬間にどこに行けばキャッチできるっていうのを、結論を出すわけではなくて、なんて言えばいいかな、ボールの軌道から、ボールの軌道が自分の行為を最も誘導、適切に誘導してくれるように、見えるような場所に体を持っていくと。
まあ、生態学的心理学の用語で言うと、つまりその、環境、なんて言うんだ、その光のそのパターン、見えている光のパターンのうちに、自分のその補給行為を誘導してくれるような情報が出てくるような仕方で、体を動かしていると。つまりクラゲの場合はただやってきた光に反応していたのに対して、イチローの場合はまあ自ら、自分の行為を誘導してくれるような情報を生み出しているという違いがあるわけですね。まあ、それが知覚の能動性というような性質 でこれは知覚というけども明らかに一種の行為 で、まあ、そうだとするとこれ他の行為と同じように、まあ、何回も何回もやっていると習慣化しうるということが言える予想できます。つまり一能の場合は何回も何回もこの、フライをキャッチするということをやっているわけだから、まあ、やがてそのフライをキャッチして、でそれを、まあ、野球のゲームというコンテクストの中だったら直ちに、何も考えずに最も適切な仕方で、行為を誘導するような情報を取り出せるような、反応をそれに対してできるようになるというふうに考えることができます。なので、この場合の知覚というのはすごく、スキルフルな行為だというふうに見ることができます。で、この技能的主体性の生態学的モデルというものでは、まさに、こういう 何かの名人というのは、エキスパートというのは、こういう技能的行為に関連する行為誘導的情報を生み出すための、まあ、知覚的な探索行動のパターンを習慣化しているんだというふうに考えます。でこの探索行動というのは今のイチローの場合のように、ボールの下に、ちょうどいい角度で回り込むというようなことだけじゃなくて、もっと、ベーシックな視覚的注意の配分の仕方みたいなものも含めて考えています。でそして、名人は、まあ、この習慣化した知覚的探索行動、知覚的探索行動によって、環境のうちに行為誘導的な情報を生み出し、それに導かれる形で行為っていうのを主体的に制御してるんだっていうふうに考えることができる、っていう見方を、形にしようとしています。まあ、ちょっともうちょっとなんかイメージ的に言うと、まあ、従来その主体性っていうのは内側から、行動を制御すること、心心的表象、内部表象によって制御することだっていうふうに考える傾向が強いのに対して、むしろ外側、環境の側に、うまく自分の行動を誘導してくれるような状況を作り出して、で外側からの、行動制御を、可能にするというような、そういうモデルを、考えています。でこれちょっとおまけ的なんですけども、世阿弥がその 脳の話をするときに、名人の心の在り方として、まあ、右手風って言ったら、これは心じゃなくて名人って右手風って言って、名人っていうのはそのまさに主体としてパフォーマンスをできる人なんだって言って、でその時の心の在り方として、まあ、無心っていう言葉を使ったり、まあ、利権の権っていう言葉を使ったりするけども、まあ、実は彼が、打ち出そうとしていたのは、これとすごい近いアイディアなんじゃないかってことを考えています。これはそれで、これをまた共同研究でやっていて、私の前職がこのユニバーシティ・オブ・ボロンゴンというところだったんですけども、まあ、そこのポスドクの、このドクター、ミゲル・セグンド・オルティンさんと一緒に、論文を書いています。彼は生態心理学の、専門家です。最後に、意識について話します。でこちらはもっと、手探りの状態なので、話も簡潔になるかと思います。意識経験なんですけども、まあ、意識経験ってどんなことかっていうと、まあ、大体こんな形で、特徴づけることが、多いです。まあ、現象的性質を伴う心的状態、あるいは内観化の内容を伴う心的状態、例を挙げると、何か、コーヒーが飲みたいなっていうような経験をしているときに、そのコーヒーを飲みたいときっていうのは、コーヒーどんな感じがするかっていうと、まあ、コーヒー飲みたい状態になったら分かるような、なんか自分自身だけが感じることができる感じがある、まあ、それは現象的性質、そういうなんかそのどんな感じがするっていう
どんな感じがするのって言われて、こんな感じっていうふうに答えることができる、なんか内容がある、状態っていうのが、現象的な性質を伴う状態としての意識経験だと言われる。で、それは、また内観可能な内容を伴う状態だっていうふうに特徴づけられるときもある。つまり、なんかコーヒーを飲みたいっていうような気持ちが、意識的に生じている場合は、どうしたのって言われたら、あ、コーヒー飲みたくてっていう仕方で、自分のその経験の内容を説明できる。で、それに対して、自分自身で気づいていない、意識的ではないけれども、なんかコーヒーが飲みたい状態になっていて、気がついたらコーヒー屋さんの方に足が向かっていたっていうような状況もあり得ると思うんですけど、その場合は、しかし、どうしたのって言われて、コーヒー飲みたいんだっていうふうには言うことはできないから、意識的な経験ではないというふうに言われる。それぞれ、現象的意識、アクセス意識みたいな仕方で、概念化されることもありますが、で、二つは必ずしも重なるわけじゃないんですけど、まあ、おおむね意識経験というのはこんな感じで概念化されることが多い。で、まあ、近年のその意識をめぐる研究では、これが一体どういう認知メカニズムだったり、神経メカニズムだって生じているのかというようなことが、大きな関心を集めている問題になっています。で、その時、まあ、意識の科学ですね。その時に、いろんな研究手法があるんですけども、最も典型的な研究手法の一つは、何かその被験者に短時間の感覚刺激みたいなのを提示して、で、それに伴う行動データだったり、神経データだったりとかを取って、それらの間の関係を見出して、どういうふうに、意識が生じているのかを推定するというような手法です。で、これに対して、その身体性認知の観点からは、のような立場を取ると、まあ、何かしらの問題点というか違和感がまずあります。つまり意識経験というのがものすごく好意と気に離されているような仕方で、取り扱われていると。その実験室環境で、短時間の感覚刺激を提示されるというのは、まず一つは意識に対する好意の影響みたいなものが、ないものとして扱われている。つまり、その好意をこの場合は、実験室環境なので、その行為が、基本的には何も行為ができないような、すごく規制された状態に置いた上で、意識経験というものを作り出している、人工的に。で、それはた、逆に言うと、その行為というものを抜き取ってしまっても、意識経験というものがある種正常の仕方で生じているというのが前提となっているけど、本当にそうかというのは、身体性認知みたいなものをベースに考えると、ちょっと、違和感がある。で逆に、行為に関する意識みたいなものが、このモデルだと、このアプローチだと、研究の射程の中に収めづらいというような問題点があります。これはちなみに私の前職の、スーパーバイザー、ボスだったダン・ハットという、哲学者なんですけども、で彼は、身体的意識経験を身体的実践として、概念化することを、提案しています。これこう言います。人は赤さや柔らかさなどの現象的性質について語りたくなるものである。しかし私の見解ではこれは、これこれの状況で何か赤いものを見ているや何か柔らかいものにくすぐられているなどの素朴な語りに置き換えられるべきである。でここでは経験することっていうのは、内部で瞬間的に生じるものではなくて拡張された時間的な活動として理解される。でそれと合わせて経験するもの、経験者っていうのは、想像上の内的主観や、あるいは脳ではなくて、身体的で状況づけられたもの、つまり生物個体全体として理解されなければならないと言います。で、こうすると出てくる、自然な問いっていうのは、この意識経験、あるいは意識的に経験することっていうのを、この環境の中で展開する身体実践として捉えた場合、意識の哲学や科学の理論や方法には一体どういう帰結があるのだろうか、あるいはないのだろうか、という問いが出てくるかと思います。これを考えていきたいというふうに思っています。では、一つ、すぐにというか、今の時点で思いつくことは、現象学がすごく重要になるだろうなということです。現象学というのは、経験を反省するということですね。というのは、こういう立場、こういう観点を取ると、意識経験を概念化するときに、特定の身体的、状況的なコンテキストが無批判に前提されていないかということをチェックする必要が出てくるから。例えば、
まあ、意識経験っていうのを考えるときに、こういうマッハの絵を使って、意識ってこういうものだよねっていうところから出発するっていうことは結構あると思いますが、この場合、その椅子に座って体を固定してるっていうのが、身体的、状況的なコンテキストになっている。果たしてこういうコンテキストを設定した意識経験っていうのを、こういうコンテキストの中での意識経験っていうのを、意識経験の典型的なあり方として見ていいのかっていうのは、検討に余地があるんじゃないかなと思っています。あともう一歩は、もう一つは、身体実践の現象学、行為の現象学みたいなものをもっと成熟させて、こういうふうに身体実践としての意識経験というものをもっと、なんか言語化する必要があるだろうなと思います。ここはそれ以上にあんまり考えは進んでいません。で、これに関しても、共同研究を進めていて、ダイナミックコンシャスネスクラブっていうふうに、これ、内輪でしか言ってない名前なんですけども、まあ、ここに挙げている、浜田博明さんと、新川拓也さんと西田聡さんと一緒に、これまで、この意識研究の分野にこれ現象学的な手法というのをどうやって取り入れるかというのを、テーマにした研究を進めてきて、今でも進めています。で、これまでの成果として、まあ、短期的な現象学トレーニングプログラム、被験者を、まあ、短い期間のうちに、現象学、経験の記述にもうちょっと優れた被験者にするようなプログラムというのを考えてみたり、あるいは対象ベースの実験現象学的方法って書いてあるんですけど、まあ、なんか2つの経験を比較して、その実験室場面で被験者に、経験についてよりよく語らせる方法みたいなものを、開発してきました。現在もそういうことをやっています。もし興味があれば、ウェブサイトがありますので、ぜひご覧ください。ということで、こんな感じです。はい。ということで、身体性認知というのをベースに、まあ、今まで研究をしてきて、で、これからこうやって、他にもちょっといろいろあるんですけど、まあ、このチェーンで挙げているようなその自己だったり、社会性だったり、意識といったテーマに取り組んでいきたいなと考えています。はい。そんなところです。ありがとうございました。はい。